アメリカのテキサス州で腰の周りにビニールのゴミ袋を巻きつけた野良猫が発見されました。幸いなことにこの猫が出没していたのは動物管理施設の周辺だったので、職員さんが何とかしようと試みたのですが、猫は人間が近づくことを許さずそのままになってしまっていました。ところがある日、職員さんの13歳になる娘さんが猫に近づいたところ、なんとこの猫は彼女に頭を撫でさせてくれました。これならいけるかもと思った職員さんは、娘さんにハサミと餌を持たせて再度野良猫に接近させたのでした。ここはテキサス州クエロ市にある動物管理施設です。過去2年ほどこの界隈をうろついていた野良猫が、なんとお尻の周りにビニールのゴミ袋を巻いて現れました。職員さんは猫を助けようと餌を持って近づいたり罠を仕掛けたりとあれこれやってみたのですが、猫は人間に警戒していて、すべて失敗に終わっていました。ところがある日、職員さんの娘のブリアンナさんがその猫に近づいたところ、なんとあれほど警戒心の強い猫が彼女には頭を撫でさせました。ブリアンナさんはこの時点で一度ゴミ袋を外してあげようとしたのですが、この時は逃げ去ってしまいました。そこで職員さんはブリアンナさんにハサミを託して再度挑戦してもらうことに。再び餌に釣られて近づいてきた猫に対し、今度はゆっくりとハサミで体を撫でたりして、まず猫の警戒心を解くことに成功。そして落ち着いてご飯を食べ始めた猫の体から無事にゴミ袋を取り除くことができました。ゴミ袋から解放された猫はその後も娘さんに甘えるような仕草を見せていました。慌てず冷静に行動したブリアンナさんに心温まります。実はこの職員さんと娘さんは過去7年ほどにわたり一緒に動物の保護活動に関わってきたんだそうです。13歳という若さで落ち着いて対応できたのはその経験があったからなのでしょう。この野良猫は最終的に職員さんの農場に引き取られ、他の保護猫たちと共に幸せな猫生を送ることになったとのことです。これからは安心して暮らせることになって本当に良かったですね。またアメリカのペンシルベニア州モーガンレーンで猫たちの保護施設を運営しているミシェル・クラインさんは、ある時ゴミ箱に捨てられていた老病を保護しました。その猫は高齢で健康状態も非常に良くなかったそうです。当初彼が最初の夜を生き延びられるかどうかも危ぶまれるほどでした。しかし猫は勇敢にも最初の戦いに勝利したのです。猫はケイレブと名付けられ、ミシェルさんと暮らすようになりました。ケイレブが元気になるかどうかはわからないけれど、少なくとも最後の時間を安らかに送らせてあげたいという一心で、ミシェルさんは献身的にケイレブの世話をしました。たっぷりの愛情が惜しみなく注がれた結果、ケイレブは少しずつ元気を取り戻しました。最初は立つことすらできなかったのに、ミシェルさんのご主人が食べていたツナサラダをおねだりするまでになったのです。階段を登ったり他の猫とじゃれ合ったりするまでに回復したケイレブでしたが、かたくなに外の世界を拒否していました。窓の外に目をやることすらしませんでした。外の世界はケイレブにとって辛く苦しい記憶を呼び覚ますものでしかなかったのでしょう。ところがミシェルさんの元に来て10ヶ月が過ぎた頃、ケイレブの健康状態は悪化し始めました。どうやら最後の時が近づいているようです。そんな中、ケイレブは窓の外を切なげに見つめるようになりました。ミシェルさんは彼の最後の願いを理解しました。外に出たいのだと。それからミシェルさんは毎日ケイレブを外へと連れ出しました。敷地の中にある泉のほとりがケイレブのお気に入りの場所になりました。1週間外の世界を堪能した後、ケイレブは静かに虹の橋のふもとへと旅立っていきました。彼の猫生の大半はもしかしたら苦しみにあふれたものだったのかもしれません。しかし少なくとも最後の日々は
安全な場所でたくさんの愛情を注がれながら過ごすことができました。ケイレブがこれまでどのような暮らしをしてきたのか、それはケイレブにしか分かりません。しかしケイレブをゴミ箱に捨てたという心ない人がいることは許せないことです。幸いミシェルさんに発見され、最後の大切な時間をミシェルさんに見守られながら過ごせたことは、ケイレブにとって幸せを感じることができたのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。